こんにちは。今回はアウェーということで東大阪へ行きます。今回の対戦相手は今シーズンから J リーグ入りを果たした FC 大阪ということで、まずは FC 大阪クラブ関係者の皆様、サポーターの皆様、 J リーグ参入おめでとうございます。一 J リーグサポーターとして心より歓迎いたします。今回の遠征先は東大阪市、スタジアムは高校ラグビーの聖地としても有名な花園ラグビー場ということで、どんな街やスタジアムなのか楽しみです。今回のルートですが、富山から国道8号線を使ってひたすら西の方向へ走ります。石川、福井、滋賀、京都と抜けて東大阪市にある布施駅へ、布施駅周辺で一泊してから翌日に花園ラグビー場へ向かう予定で行きたいと思います。果たしてカターレは初めてのスタジアムとなる花園から勝ち点3を持ち帰ることができるのか、白星先行でシーズンを進めるためにも応援に行ってきます。それでは東大阪へ向けて出発します。今回は初めて訪れる街ということで、富山からの距離を測りたいと思います。メーターをゼロにしました。ここからスタートです。さあ行くぞ。県総から出発します。ラグビーの街に誕生したサッカー界の新興勢力、東大阪はどんな街なのか、花園はどんなスタジアムなのか楽しみです。石川県に入りました。福井県に入りました。福井県に入りました。ようやく3分の1ほど走ったかなという感じですね。福井県の敦賀市までやってきました。今日本海沿いを走っています。素晴らしい天気なので景色も最高だなと思いますね。国道8号と161号の分岐にやってきました。ここを161号に入るともう間もなく滋賀県に入ります。福井県2時間ほど走りましたが長かったですね。滋賀県に入りました。滋賀県に入りました。ようやく北陸を抜けてここから関西となります。今度は琵琶湖が左側に出てきましたね。こちらも素晴らしい景色です。晴れた日のドライブで道路沿いに海や湖があると気分を高めてくれますね。とても楽しいです。京都府に入りました。京都府内に入ってからかなり渋滞に捕まっています。ここまで頑張りましたので、渋滞を避けるためにここから高速を使おうと思います。第二京阪道路の小倉池インターから高速に乗ります。大阪府に入りました。大阪府に着きました。富山を出発してここまでで8時間、結構疲れましたね。東大阪市に入りました。もう間もなく東大阪北インターがあるので、そこから高速を降りたいと思います。左に曲がって高速を降ります。今日の目的地である布施駅周辺までやってきました。この近くのコインパーキングに車を止めます。到着。富山から東大阪まで運転してきましたが、距離は 345.7km でした。北陸を抜けて滋賀県まではスムーズに走れたかなと思うんですけれども、京都から先の渋滞時刻がなかなか大変だったなと思います。近鉄布施駅にやってきました。この辺り大きな商店街があるようなので散策してみたいと思います。東大阪といえばラグビーの街ということで、地元クラブである花園近鉄ライナーズのポスターがありました。昨年2部リーグを優勝して、今シーズンは1部リーグで戦っているようです。東大阪市のキャッシュレス推進のポスターがありました。ライナーズの選手と一緒に FC 大阪の立野俊介選手も写っています。 FC 大阪のポスターもありました。選手の写真と一緒に挑戦と書かれています。今日の宿は商店街の中にある世界ホテルという場所なんですけれども、ホテルのフロントは空き店舗を再利用しています。そして宿泊スペースも商店街の空き店舗を再利用しています。とても面白い試みだなと思いますね。肉の山人さんにやってきました。商店街の中にあるお肉屋さんで、全国的にはコロッケがすごく有名なお店です。コロッケを一つください。はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。いろんなメディアで紹介されているコロッケを買いました。いただきます。
ああ、柔らかい。うまい。揚げたてでサクサク感があるコロッケですね。中のジャガイモがすごくきめ細かく作られていて、絶品のコロッケだなと思いました。美味しいです。商店街を歩いていると、人だけではなく自転車もたくさん行き交いますね。こう、建物の作り、ちょっと古い感じも含めて、いい意味で古き良き昭和な雰囲気がどこか残ってるのかなと思います。ちょい飲みというお店を見つけました。入ってみたいと思います。店主の方がプロレス好きということで、プロレスのグッズがたくさんありますね。一杯目ビールいただきまーす。じゃあ、いただきます。うまい。こてっちゃんスタミナ焼きを出していただきました。牛もつを炒めたものだそうです。いただきまーす。おー、うまい。結構甘みもありますね。甘みもある味付けですね。あ、多分1時までいけると思う。1時？多分頑張ってんねんな。多分ですよ。おはようございます。今日は試合の日です。昨日はちょい飲みさんでお食事した後、なんとマスターに2軒目に連れて行っていただきました。マスターも常連のお客さんもすごく人情味あふれる素晴らしいお店だったなと思います。本当にありがとうございました。アウェーで東大阪に行かれた際にはぜひ立ち寄ってみてください。それでは FC 大阪のホーム、東大阪市花園ラグビー場へ向かいます。布施駅から近鉄に乗ってスタジアムの最寄りまで行きます。6つ先にある東花園駅に行きます。4階にあるホームから電車に乗ります。降りの際は足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく東花園です。東花園に着きました。駅の中ですけども、ラグビーに関する展示物がやっぱり多いですね。ラグビーチームである花園近鉄ライナーズのエンブレムが貼ってあります。駅の外に出ると FC 大阪の展示物もありました。マスコットの FC 君が FC 大阪ホームゲームへようこそと歓迎してくれています。駅を出てひたすらまっすぐ歩くとラグビー場に到着するようです。この信号を渡ってまっすぐ歩いていきます。スタジアムへ向かう道の途中には歴代の高校ラグビーの優勝校を紹介するモニュメントがあります。ラグビーの街というのをすごく感じますね。さあ、スタジアムが少しずつ近づいてきましたけども、すごいな、でかい。東大阪市花園ラグビー場に着きました。この壁面にはスクラムスクリーンという名前がついていて、ラグビーのスクラムをイメージして作られたそうです。スタジアムの横には桜の木がたくさんあって、今日は満開になっています。天気が良いということでお花見をされている方もたくさんいますね。今日はチケットを買い忘れていたんですけれども、当日券売り場で JAF 会員の会員証を見せると割引価格で購入することができました。スタジアムグルメですけども、このスクラムスクリーンの前の広場にテントがたくさん出ています。大阪といえばやっぱりたこ焼きだと思うので、たこ焼きをいただきたいと思います。たこ焼きグランプリで優勝されたこともあるお店です。そしたらソース一つください。はい、ありがとうございます。スタジアムグルメ、今回は木向さんでたこ焼きを買いました。いろんな種類がありましたけれども、シンプルに王道のソース味を選びました。いただきます。うまい。中のとろみすごいですね。とろっとろです。タコも歯ごたえがあって美味しいです。美味しそうなケバブのお店があったので購入したいと思います。ケバブサンドを一つください。はいはい、中辛で。はい、ありがとうございます。ケバブサンドを買いました。バンズの中にお肉がぎっしりと詰まっていて、さらにその上にはオーロラソースがかかっています。いただきます。うん、うまい。お肉がとってもジューシーですね。少しこってりしてるんですけども、キャベツが入ってることで口の中を中和してくれています。あとこのオーロラソースがね、いい味出してるのと、ピリ辛な部分があってとても美味しいです。
FC 大阪ドリンクショップがありました。 FC ソーダというのがあるのでノンアルコールを買いたいと思います。ありがとうございます。ノンアルコールの FC ソーダを買いました。チームカラーの水色の飲み物になってますね。紙コップのデザインですが、ライナーズ FC 大阪と花園を本拠地にしている両クラブのエンブレムが書かれています。いただきます。おう、うまい。レモンやオレンジの香りが感じられて甘めの飲み物ですね。すっきり爽やかにいただくことができます。美味しいです。スタジアムへ入場します。アウェイの入り口はこのスクラムスクリーンの反対側だそうです。今日は桜が本当に綺麗に見えますね。アウェイチーム応援席という案内がありました。これに沿って歩いていきます。5分ほど歩いてアウェイの入場口に着きました。すぐ隣にもう一つラグビー場がありますね。こちらも高校ラグビーの会場としてよく使われている場所です。スタジアムに入りました。おー、めっちゃいい。2019のラグビーワールドカップにも使用されたスタジアムです。ピッチとの距離が近く、どの席からでも見やすい最高のスタジアムだなと思いますね。ゴール裏の最前列まで出てきました。ピッチがこのように見えます。高さもあるのですごく見やすいなと思いますね。前半が終わりました。0対0の同点です。正直厳しい内容だなと思いました。ラグビー場ということで芝生が違っているのか、選手が滑る場面がたくさん見受けられました。あとはちょっとミスが多いなと思います。無失点で折り返したのはとても大きいと思うので、後半修正して勝ってほしいなと思います。後半も応援頑張ります。お疲れ様でした。0対1でカターレの勝利。アウェーで貴重な勝ち点3をもぎ取ることができました。滑りやすい芝と相手のハードワークにかなりの苦戦を強いられましたが、セットプレーからアルトゥール・シルバ選手が頭で押し込んで勝つことができました。危ない場面もたくさんあったんですけれども、ひとまず無失点で抑えることができたので、一つ結果が出たのは良かったのかなと思います。さあ次はホームに帰って宮崎戦です。今シーズン初めての連勝をかけて戦います。みんなで県総へ応援に行きましょう。ということで今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。